こんにちは、ケイスケです。今僕はパリのオグリー空港に来ています。まだまだ暗い朝の4時半です。早朝ですし、それほど混んでいないだろうと思っていたのですが、ご覧の通りです。早朝にもかかわらず、空港はすでに多くの人々で賑わっています。さらに驚くことに、オグリー空港内の売店は早朝にもかかわらずほぼ全てが営業を開始しています。朝が遅いイメージのフランスですが、すでに活気づいている早朝の空港です。これからおよそ2300キロ先にあるギリシャのハニアに向かいます。ギリシャで一番大きな島、クレタ島で2番目に大きな町、ハニアは首都アテネから南方約300キロに位置しています。3時間半のフライトを経て、飛行機はハニア国際空港に到着しました。10月も下旬ですが、半袖1枚でも十分な気候です。これからハニアの市内に向かいます。魚がめちゃめちゃいますね。30分ほどで市内の海岸に到着しました。青色に緑色を溶かし込んだような地中海です。あの船大きいですね。遠くに大型の客船が見えていますよね。これからあの客船の先にあるハニアの旧市街に向かいます。ちょっと海岸に沿って行きます。この辺りはホテルですね。この方向にまっすぐ進んでいけば、どうも。これって向こう行けるのかな。海水が、とりあえずこのまま海に沿って歩いていこうと思っています。進んでいけるのかな。一旦海に上がります。まあこんな感じで海沿いを歩いていきます。もうすでに結構暑いですね。しばらく行くとモニュメントを見つけました。ギリシャ神話に登場するイカロスがモチーフになっているようです。イカロスが登場する神話の舞台はここクレタ島なんですね。なんて書いてあるか全然読めないです。検索したところ、ギリシャ語で空軍戦没者慰霊碑と書いてあるようです。国が変わると文字もガラッと変わるので、階段を降りていきます。海水本当に綺麗ですよね。この沿岸に沿ってずっとカフェとかレストランが並んでいます。こんな感じの素敵なカフェが出ています。海水はこんなに綺麗です。はい、進んでいきます。10月の下旬なんですけど、あ、釣りもしてる。そういえばね、魚がすごく、小さな魚がいっぱい、こっからでも見えるので、かなり魚が釣れるんだと思います。この海沿いはもうずっとこの辺り全部カフェですね。カフェがずっとこの端まで続いてますね。というか暑いな。クレタ島には400を超えるビーチがあるそうです。この辺りは砂っぽいですね。今向こう側からずっと歩いてきました。じゃあまた進んでいきます。日焼けしてる方がいらっしゃる。散歩するにはちょうどいい時間帯かもしれない。ここ一帯に広がる城壁はベネチア人によって建てられたそうです。内側に行くんだ。この上に書いてあるのが何て読むのか全然わかんないですね。文字が全然読めないところは逆にそれはそれで楽しいかもしれないですね。こんなお店が、スパイス、ハーブ、蜂蜜、オリーブオイル、それからワインなどオーガニックの地元製品を揃えているお店のようです。これで多分
今度はその旧市街っていう、ハニヤの旧市街に入ってきました。ダウンタウン、そこが多分港っぽくなってるはずなんですが、こちらの湾の方に入っていきます。ここヨットハーバーみたいになってますね。で、この上がゆいこらせ、先ほどまで遠くに見ていたあの旅客船です。あの先になんか灯台みたいのが見えてますよね。ここからあの灯台のところまで行ってみようと思っています。ちょっと危ないんですけど、ここもまますぐあの灯台の方に向かっていきます。海沿いを晴れていきます。あの向こう側に見えるのはあれですかね、なんか倉庫みたいな感じですよね。海水の底がうっすら見えますよね。水深が浅いこの港には小型船舶しか往来ができないようです。あの船大きいな。でもあんなのがよく浮かぶなって思いますけどね。行けるかどうか確認しないで来ちゃいましたけど、このまま行けるんですかね。ここねかなり狭いのですれ違う時にちょっと譲り合わないと。この湾内の水もかなり中が透けて見えるので相当綺麗ですね。あっちはすごい栄えてるな。ここまだ道が広いので今のうちに抜いちゃいます。抜かせてもらった。このまま向かってきます。ここはこんな感じになってます。この辺りはこのようになっています。少し舗装された感じがしますよね。これあれかな、これもしかして向こうまで行くのはいいんだけど、あっち側に行こうと思ったら今来た道を戻らなきゃいけないのかもしれないですね。まあいいや、もう少しかな。暑いけど気持ちいいですね。あ、灯台の近くまで来ました。水が本当にこんなに綺麗です。透き通ってますよね。灯台の近くまでやってきました。ここハニヤのシンボルとなっているベネチア式の灯台です。これで20だから30センチぐらいですね。下から見上げるとこんな感じの灯台です。石でできた灯台です。今現在は稼働していないようです。地中海ですね。見渡す限りこの先はもう行けないので、ここからまた一旦さっきのところまで戻ります。でさっきのところまで戻って、であちら側の内側の方を今これから歩きます。ということで先ほどのところまで戻ってきたので、これからあちら側の方に向かっていきます。僕ギリシャがもう全然わかんないんで、もう呪文のようにしか聞こえないんですけれども、フランス人の方もまあまあいますね。ドイツ系の方もいるし、イタリア人の方も観光でいらっしゃってる感じですね。これこのままとりあえず海沿いに行きます。でさっきのちょっとこう綺麗な色の建物がいっぱい建っているあの街のあたりに入っていきたいと思ってます。何これ、貝、ホラ貝かな。面白い。海に浮かぶお土産屋さんです。こういうこの黄色いものはハニヤの特産物、天然のスポンジなんだそうです。貝を売ってるんですね。進んでいきます。先ほど正面に見えていた倉庫のような建物です。大道芸に見ました。全身を金色に塗って
これから仕事だ。大変ですね。まだ午前中なんですけど、結構人出てますね。あれかな、さっき海に浮かんでいた観光船の方から小さな船が何艘か出てきていたので、あの大きな観光船の方からこの町に来てる方々がいらっしゃるのかもしれないです。こんな感じの場所です。今あちら側に向かっていってます。たくさんの観光用の馬車が止まっています。全部回ろうとしたら85分、1時間半ぐらいかかるってことだから、街は大きいんですね。建物が複雑に建っているのですごく見ていて面白いですね。これ何なんだろう。こちらは旧オスマン帝国時代のモスクだそうです。なんですね。さらに賑やかな界隈へと入っていきます。いろんな言葉が。クレタ島の観光客の内訳ではドイツがダントツに多く、続いてフランス、英国、オランダと続くようです。人が多いな。11時にもなってないですね。11時ぐらいかな。どうしよう、これどっちに行こう。あ、ここに噴水みたいのがありますね。中央に噴水があって、あ、今馬車通りますけど、この向こう側は全部レストランですよね。とりあえずこの海側をまず行って、で内側をその後に歩きましょうかね。すごく綺麗な港ですね。小さな船が音を立てながら鳩場から離れていきます。あの船はどこに行くんですか。船の燃料の燃える匂いがすごいです。あそこもかわいい。やばいな、これ時間が全然足りないかもしれないですね。この通り綺麗だ、可愛らしいですね。向こう側に赤い花が咲いているのが見えますよね。ということで海沿いにまた歩きます。実は最近画像を 4K で撮り始めているので、こうカメラが結構短時間で熱くなっちゃうんですよね。こういう感じの可愛らしいお皿とか売ってますね。ちょっと歩く速度を速くします。じゃないと街中があんまり見えないかもしれない。ワンちゃんもいますよ。ワンちゃんも急いでる。僕もちょっと急がないと。お店、あ、ワンちゃん、ワンちゃん、そこにおしっこしちゃいますね。英語表記も結構書いてあるんだ。素敵なお店ですね。こんな感じのお店もあります。すごいですね。あれ、これさっきの船、あ、じゃないな、これまた別の船ですね。ということでこの中を行きます。こちらは海洋博物館のようです。ミュージアム進んでいきます。この先はご覧の通りです。その昔ベネチア人が港への攻撃を防ぐために建設した要塞だそうです。まあ、せっかくなのであそこの先端まで行きます。とりあえず景色だけ見たいので。こんな感じになってる。2隻とも向こう側に向かってますね。
じゃあさっきのなんて言うんだろう、市街地の細い小道のところに戻りましょうか。さあ下がりますよ。これ昔の建物ですよね。牢屋じゃないと思うけど。でさっきの可愛らしい小道の方にちょっと入りたいと思います。なんて書いてあるか全然わからない。こんな感じですね。どっちに行っていいかわかんないや。こっち側も階段ですね。向こうの先、最初に階段登っちゃった方が楽なのでこのまま進みます。もう両脇は全部お店ですね。通りの名前はこうなんです。一瞬だけ見ていいですか。色がねすごく可愛らしいですよね。色使いがすごい。やっぱ迷路だなこれ。これってアモス、ずっと続いてるのか。これ突き当たりかな。あ、これさっきのとこかな。もしかして海に登れるようになってますね。いや、ちょっと登りますよ。これそのまま行けますね。上まで行けますね。ちょっと上に行きます。もう何言ってるか全然わかんない。お店がずっと、あ、すごい広いんだな。そこで終わりですかね。この通りを。でこちら側に降りていきます。南フランスを思い出すような街並みです。さっきのあれですね、どこまで戻ってきました。今のところで一周ぐるっと回りましたね。でさっきのとこまで戻ってきたのであちら側に向かっていきます。あ、すごく栄えてるんですねこの街。実は何も知らないで生きてるので、いろんな色が使われていて可愛いんですよね。細い道がいっぱい。これこのレストラン、ここレストラン向こうまで続いてますね。僕今自分がどこ歩いてるのか全然分かってないんですけど、まあいいや。あ、これあれかな、さっき向こう側から見えた赤い花が咲いているところってそこかもしれないですね。ここ綺麗ですね。ちょっと写真を撮っておきます。ということでこの下下がっていきます。この通りの名前は何て言うのか分かんないんですけど、でこのまま進んでいきます。こんなに綺麗になったんだ、全然知らなかった。素敵な場所だとは聞いていましたけど、こんなに綺麗なところだとは思わなかったですね。海も綺麗だし、食べ物もまああれですね、ギリシャ料理ってなんて言っていいんだろう、まあ、ちょっとフランスとは違うんですよね。両脇はもうずっとカフェかレストランかお土産屋さんですね。この辺りはもうあれですね、石畳ですね。ずっと
あ、これかわいいな。これコースターですね。若干オリエンタルな感じが入ってる気もしますね。ここの通りの前は、いやでも色が本当にカラフルで綺麗ですね。あ、カバン屋さんです。実演販売してるのかな。じゃあ行きましょう。 Thank you。 ドリキ系のコップとかも売ってますね。あ、メロスショップ。オリーブがとても有名だって聞きました。これ何ですか。これ説教か。こんなとこにもスタバあるんだ、知らなかった。あ、まだ続きますね、向こう側に。あ、馬車だ。プチトランはなかったので、プチトランがあったら乗ってみたいですね。ちょっと街が広いので歩いてすぐ回るには少し時間がかかりそうですね。もう先に行きます。物価はそんなに高くないですかね。パリに比べれば全然そんなに高くないです。これがこれですね。これだ。これが見えてました。こちらでした。1850年から1860年の間に建てられたと言われているギリシャ正教の聖堂です。この建物かわいいですね、色使いが。その手前で広場を見つめるのは1972年まで総主教を務めた方の像だそうです。見た教会なんですが、すごい真っ暗だな。暗くて映るのはダメですね。そしてこちらがその内部です。方角の勘を頼りに東大から見えたもう一つの高い塔に向かっています。なんか遠くから見えてる高い塔が一つあって、方角を狙ってなんとなく歩いてるんですけど、ちょっとまだ見えてこないんですよね。これじゃないんだよな。これじゃなくて、なんか塔みたいのが見えていて、あー、あれだ、この方角だ。ちょっと待ってくださいね。あ、これだ、ありました。これだ、ありますね。この右側に奥に見えるやつです。これがすごく遠くからすごく目立っていて、これだけちょっと見に来たかった。時計の時間は全然違いますね。こちらですね。入るかな。ギリシャで唯一ミナレットと呼ばれるイスラム教の施設に付随する塔と鐘楼を併せ持つギリシャ正教の教会だそうです。これがすごく気になってたんですよ。いや、文字が何て書いてあるか全然わからないので、失礼します。失礼します。では中に少しお見せしますね。こんな感じですね。こちらがその内部です。国や宗派によって色使いや装飾の仕方が全く異なるんですね。フランスで見てるのとは違いますね。こんな感じの感じですね。再びハニア旧市街を歩いています。どこの細道もカラフルで草木があるのがいいですよね。さっきの方が、さっき準備をしている方が、でも今働いてらっしゃいますね。この姿勢を続けるのは大変そうですよ、ね、なんか売ってるのかな、なんだろう。
こういう風にする予定だったんですね。大変ですね、これ。これでずっと、あ、動いた。ということで今回はパリから直行便を使ってギリシャで一番大きな島クレタ島のハニアに訪れてみました。今後の皆さんのパリ旅行の参考になれば幸いです。ご感想お待ちしています。ということで明日もいい日になるといいですよね。それではまた。